二世、野村万歳4月5日帯は、狂言方、泉流の能楽師、俳優、演出家。能楽狂言方、泉流、野村万造屋。二世、野村万作と、詩人、坂本若箱の長男。世田谷パブリックシアター芸術監督。狂言師、二世、野村万作の長男として、東京都に生まれる。重要無形文化財総合指定者。 4人兄弟姉妹の3番目で、姉、姉、妹という女性に囲まれて育った。1969年、3歳の時に、うつぼざるの小ざる役で、初舞台を踏み、4歳で初めてセリフのある役を、いろはで演じる。1979年に、筑波大学附属小学校を卒業。父は、狂言師の道に進むことを強制したわけではないが、 中学生になると、型にはめ込まれる狂言を窮屈に感じて、自由さを求めて、部活動のバスケットボールやバンド活動に勤しむ。また、他とは違うと思われたくないため、自分の家が狂言師の一族であることを周囲には明かさなかった。変成期になると、声が出なくなり、より一層狂言に身が入らなくなった。高校に入り3年生の17歳で演じた、三番層。 で、狂言の面白さに目覚め、狂言師の立場を認識して受け入れられた。筑波大学附属中学校、高等学校を経て、1989年に、東京芸術大学音楽学部法学科能学、専攻を卒業。1994年、満歳を襲名。おじ、初世野村一万と、父、二世、野村万作の兄弟は、六世、万蔵の息子だが、 六世の死後名石を分配することになった。長男、一万が七世、野村万蔵を襲名し、次男、万作は五世、万蔵の隠居名、万歳を相続することになった。しかし、万作は、万作という名に愛着を持っていたために、万歳を自分では名乗らず、この名前を名乗ることを希望した、長男、武氏に譲ったものである。 幼少より厳しい稽古が必要とされる伝統芸能の世界で育ちながら狂言以外でも俳優としてドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍しており、端正な容姿と気品ある物腰、独特の発声等で存在感を示す。NHK で1994年の大河ドラマ、花のラや1997年の朝の連続テレビ小説、アグリ。 2000年のスペシャルドラマ、蒼天の夢松影と新作、新世紀への挑戦などに出演し、知名度を上げた。その後、2001年に映画、音陽師』で主演し、また2008年に木曜時代劇、クラマテングで、主演のクラマテングを演じた。NHKE テレの子供向け番組、日本語であそぼに、2003年の放送開始時より、レギュラー出演している。 東京2020開会式、閉会式4式典総合プランニングチームのチーフエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターを務めることになっていたが、新型コロナウイルス感染拡大を受けた演出の見直しに伴い解散した。また、著作や舞台イベントなどで狂言の普及に努める、傍ら、日本伝統芸能と現代劇との融合を目指して、ヤブの中やラショモン、三月期、 名人伝などを演出し、評価を得た。父万作が、早稲田大学の卒業生であり、万歳も早稲田大学推薦交友である。父の兄弟は、叔父、一万の他に、叔父、野村四郎、叔父、野村万之助がいる。いとこに、旧世、野村万蔵及び、万蔵家の分家である万六家を50年ぶりに、復興した、福岡在の野村万六がいる。母方の祖,祖父は、 福井県知事、鹿児島県知事を務めた坂本三之助で戦国武将長井直勝の子孫にあたる。祖父は詩人、ドイツ文学者の坂本悦郎。悦郎の兄に坂本水を異母帝に高見淳、いとこに長井家風がいる。長男、勇気も狂言師の道を歩み出している。長女、や子は2019年に父、満歳。 弟、勇気と共にクモンの CM でメディアデビューを果たした。2020年4月1日付で TBS にアナウンサーとして入社した。1997年1998年主演は、ふとじ。ありがとうございます。